天草市屈指の漁港牛深港にやってきました。こちらでは牛深港フェスティバル海賊祭が賑やかに行われています。このイベントは海をテーマに天草最南端の町牛深で毎年行われています。今年は熊本地震の被害を受けた人たちに元気をと、復興への願いも大きなテーマとなっています。ずっとお客さんが天草牛深にもやっぱりキャンセルが続いてるもんですから、一番被害の少なかった私たち牛深でこういうイベントを催して、やっぱり元気を届けようっていう形でですね、開催を全員一致で決まりました。牛深ならではのイベントの目玉は何といっても船。海上保安庁の巡視船あそぎりに体験乗船できるんです。海を守る巡視船はいわば海上のパトカー。普段は乗れない船の上で参加者たちは興奮を隠せないようです。予想以上に早くてびっくりしました。楽しかったです。天草海上保安署では、海賊祭に合わせて海上保安庁の PR、 それから海難事故防止の啓発活動を行っております。地域の人たちと一緒に海の安全を守っていきたいです。もう一つの体験はグラスボート。下がガラス張りになっていて、1970年に日本で初めて海中公園に指定された牛深の海の中を見ながら遊覧することができるんですよ。ワクワクしますね。おお、青い魚いっぱいいる。たくましく泳ぎ回る魚たちの姿に私も元気をもらいました。楽しかった。魚が見えたりしてすごかったです。牛深のこう海の綺麗なところをこうアピールできるいい機会になるかなと思います。愛より青い牛深の海、このイベントを通して復興への足音が聞こえたような気がします。海と日本。